はい、皆さんこんにちは、イカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのパワープロの日スペシャルガチャまあ、二刀流ルナちゃんデビューガチャですね、こちらを引いていきたいと思います。まあ、パワープロの日ということで、まあ、かなり豪華な、内容には、なっておりますね。で、まず二刀流のルナちゃんがデビューしているのと、バナーキャラとしては、加藤京子さん、神楽坂くん、まとも、幸子さんといったところですね。で、この中だと神楽坂くんとね、まともがもう、プラゴになってるんで、まあ、できればワンチャン PSR 出てくれれば嬉しいかなというところですね。一応 PSR の、チャンスは、2回あります。一応60連まで引くと、バナー PSR1 枚確定のところまでありますので、今回はそれを、引いていきます。で、ルナちゃんのね、二刀流なんですけれども、まあ、その名の通り、野手と、投手両方使えるキャラになってます。野手の場合は、筋力、筋徳がエースキラーで、投手の場合は、まあ、変化球ですね。で、勇猛果敢と必殺火消し人のどちらかを、まあ、多分選択して選ぶという形になると思います。ただ、普通のルナちゃんと違ってこちらは選手キャラなので、選手兼彼女キャラではないというところですね。まあ、そこがね、まあ、ルナちゃん的に俺はやっぱりね、ルナちゃんの最大の強みっていうのは選手兼彼女キャラで得意練習が変化球っていうね、ところだと思うんですよ。じゃあこれで、まあ、ルナちゃんね、普通に入れて、じゃあ変化球にしましたといった場合に、じゃあ彼女どうすんのっていうところになると思うんですよ。で、結局そうすると彼女キャラを入れるっていうことになると、どうしても変化5枚、普通のルナちゃんを使うと、まあ、変化6枚プラス彼女付きっていうね、編成が組めるので、まあ、俺はね、一応最大の強みは、まあ、ルナちゃんはそこだと思ってます。まあ、もちろんね、ルナちゃんなんで、欲しいは欲しいんですけれども、まあ、そんな感じですね、まあ、自分の中では。で、まあ、パワープロの日ということで、もちろんこのガチャも引いていくんですけれども、あと割とねチケットも溜まってるんで、こちらも、引いていきます。ちょっと PR はほっといて、 SR ガチャチケット5枚で、補助券がすんげえ溜まってるんで54枚、まあ10連引けるんで、引いてきます。で、 PSR も、1回分引けますね。で、あとね、下の方行って、特選チケット、この前のやつですね、SR のものが2枚余っているのと、野手はもうちょっと全部溜まりきってから一気に使おうと思ってるんで、まあ、この2枚と、PSR の補助券と、この50枚と5枚、これを、まず引いていこうと思います。じゃあどうしようか。こっちから行く？ SR ガチャチケット、これ5枚引きますもん。まあ、サクスペのね、アプリと違うところはね、このチケットから限定キャラが出ないっていうところですね。なんか期待値がね、ちょっと低いんですよね。わあ、やったー、期待値が低いとか言っときながら、マジでね、なぎちゃんは欲しかった。あ、いよいよ、もう他はもう誰でもいいです。なぎちゃんが来てくれたんで、いや、これは幸先はいい幸先はいいと。そう、あとね、一応パワープロアプリの方も、もちろんもちろんっていうのもあれだけどやってて、まあ、パワープロの日のね、ガチャが来てますけれども、そっちはそっちでやっぱすごいよね。厳選キャラしか出ない感じになってて、まあ、その中のね、やっぱ厳選キャラがね、すごい、本当にね、サクスペだったらめっちゃ課金するでしょっていうくらいの内容なんですけど、まあ俺はちょっとアプリではね、ちょいちょいしか課金しないで両方課金するときついんで、一応サクスペメインでやってるんで、まあ、アプリはね、ある石だけ、使っていこうと思います。まあ、それはいいとして、じゃあ補助券ですね、これ50枚いくんで10連いきます。 SR が10個と、眺めだけはいいよね。ここら辺はいいや。おお、宝塚くん、君はいらん。あ、首藤さんだ、やったね。あ、ホムナちゃんも出てる。うん、まあ、ここは紫藤さんとホムナちゃんかな、その収穫的には。サトリちゃんね、結構いっぱいあるんだよね。サトリちゃんね、 PSR も持ってて一応取ってはいる。なんだっけ、にゃんこ大戦争ってやつとアプリの方ではコラボしたんですけど、そういうのってサクスペでも来るのかな、ちょっと分かんないよね。まあ、一応ね、取ってはある、それ用に。じゃあ、今度は PSR の補助券1枚使いましょう。ほい、まあ、PSR なんで虹が出て、
誰？ゴーいらねえ。幸先良かったけどこういうところで引くよな。超激レアとか言われても嬉しくもなんともないんだけど、むしろ悲しさ満点だよ。でミキサーっていう手もねあるんだけど、そうアプリの方では覚醒があるじゃないですか。それでね、あのその覚醒用にちょっと、いや桜の宮を別に覚醒させるってわけじゃないけど、その覚醒用アイテムに、まあ、ぶっ込むために置いとこうかなとちょっと最近思ってます。まあそれはどっちがいいかなっていうのはまだ悩んでるんですけど、じゃあこの特選チケット誰だっけ。あ、この3人か。なんでツルヤくんとか入ってんだろうね。もうよくわかんないんだけど、選択の幅がよくわからない。何をテーマに決めてんだろう。お、ボンダくんだ。お、ボンダくんだ。あれ、これって40いける？いや、いけないな。大丈夫博士像を使えば40いけそうだけど、これでちょうどイベキャラボックスが、満タンになったので、ここからはじゃあガチャを引いていきましょう。タンガチャも引けるよね。パワーストーンはね、ちょっとだいぶ補充してきたんで、あの安売りしてたやつは全部買って、で、さらに普通に、750個のセット買ったんで。神楽坂くん。うん。まあ、一応貯めておきましょう。じゃあ行きます。ここは、パワーストーン200個、 SR 以上が1枚確定と。厳選キャラが出てくる感じだとねすげえ解放しやすいんだけど、まともか。もうまとも、まともくれるんだったらちょっと PSR まとも欲しいよな。まあ、普通だったらねまともは結構嬉しいんだけど、まともはねただ結構使うんだけど金徳を失敗するっていうね、そんなに成功率はね高くないと思います。20連目も ASR1 枚確定ですね。ただ今回確率アップがないのかな、毎回確定してるから。りょうちんか。こういうところからね限定キャラが出てくれると嬉しいんだけど、俺加藤京子さんって持ってたんだっけ。もう知らねえよっていう感じだと思いますけど、分からん。加藤京子さんガチャの時俺どうしたんだっけ。普段使わないから分からない。ここは PSR が1枚確定で、一応 SR のサナちゃんがおまけでついてきますと。ここも別に演出は気にしなくていいでしょう。おい、お前か。PSR に恵まれねえな。これがね、その常設系の悲しいところだよね。だからこの通常のところで引ければ、まあ、かなりでかいんだけど、桜の宮と木崎とかさ、もう本当になんだこいつら扱いだよね。で、4回目と5回目はバナーから出るんで、バナーから出るは出るんですけど、あれ虹が出た。ここで挽回してくれよ。キラーン来ない。キラーンが来ない。そして毎回1枚しか入ってない。神楽坂くんがもう持ってる系しか出ないな。あとここら辺の RPR がちょっとひどいな。まあいいや。ただなぎちゃんがね出たんでね、しらすをもうちょっと詰められるかな、編成的に。ここもバナー SR が確定ですね。2枚入ってる。これはバナー、あ、持ってなかった。加藤京子さん持ってなかったわ。またまともか。そうするとまともの PSR 欲しいよな。結構ねまとも溜まってきてるんですよ。あの前回っていうかいつかピックアップされた時もちょっと余ってね、まだプレゼントボックスの中に残ってるんですよね。じゃあここは、60連目、バナー PSR ですね。バナー PSR はだから誰か出てもいいかな。ポン、
1枚。おお、ここでルナちゃんが来ましたね。だから、通常のルナちゃんは突っ込まないです。取っておきます。このルナちゃんは普通に40で使っていきましょう。でルナちゃんがね、復刻とかしたらまあ突っ込んできますか。そういう時に、普通の SR のプラゴは取っておいて他のを、突っ込んでいく感じに、します。ボックスにもねルナちゃん残ってるんですよ、プレゼントボックスの中にも。でちょっとルナちゃんのじゃあテーブルだけ見ますか。っていうかさ、告白がなくなったってことは金徳関係のイベントがあるってこと。ちょっとここら辺のゲドウ君1枚そこに追いやって、じゃあちょっとプレゼントボックスへ行きます。どこ行った、いた。こうして引っ張り出してきて、あ、そっか、そうするとシラスでも使えるのか、ルナちゃん。まあ、ナギちゃんも手に入れたから一回どっかでシラスのサクセスをやりますか。そうするとで、ルナちゃんテーブルタックがね高めなんですよね。確かなんかツイッターとかで上げてくれてるのを拝見させてもらったんですけど、やる気効果アップが75でさらに、35でやる気効果アップとタックが、つく感じですね。タックボーナス100のやる気75に、タックがつくね。タック120のやる気効果いくつつくのこれ。25とかなのかな、わかんない。で、上げていくとタックがどんどん上がっていくという感じですね。だ経験点は稼げる方かな、経験点は稼げる方だけど、ちょっとイベントが何も、見てないんでちょっと分かんないですね。通常の金徳イベントがどういう感じになるのかっていうのが、謎ですけど、それはまあやっていきましょう。とあと今ね、パワチャレの方もメガネ登場が報酬になってるじゃないですか。一応ちょっと走ってます。撮りたいな、 PSR をね確保したいなと思って走ってはいるんですけど、まあなかなかね時間も取れない関係があって今だいたい600位ですね。一回ねちょっと頑張って300何位まで、上げたんですけれども、やっぱ少し置いとくとちょっと順位落ちますよね。で今の試合のポイントが660万くらい、まあ700万くらいがボーダーになってるのかな今はね。金曜ですけど、まあ、土日でみんなどれだけ走ってくるかっていうところもちょっとあるんですけれども、取りたいよね。ちょっと PSR の母体が取れれば通常のね登場から解放できるっていうのがでかいんですよね。でメガネ登場に関しては、メガネ登場に関しては50にすると練習効果ね30がつくんですよ。練習効果アップ 30% で、普通のね SR プラゴだと練習効果アップ20なんで、多分ねナルミと、同じテーブルだと思います。で固有もね確かナルミと本当に同じ感じの、ものがつくので、まあやっぱり強いですよね。まあコツもかなり優秀なんで、ちょっとね500位に入って PSR を、1枚母体として確保しておきたいっていうのはあるんですけど、結構厳しいと、いう感じです。まあそんなところですかね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。ちょっとね、まあいっぱいガチャ引いた、関係でいろいろとね、キャラも増えてきたので、まあ他もねサクセスをやっていきたいと思いますので、まあよければまた見に来てください。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。